車マグゼットの抜けはいいっすね。気持ちいい。 SV は SV でいいけど、やっぱりこうある程度ウェイトあるものをバシュッと投げるには Z の方が、マグゼットブーストのスプールの方が気持ちいいっすね。出てこい。晴れてるけどハイパードライブなんで関係なしで、おりゃーっしゃー。楽しすぎる。しゃー、この最後の伸び、やっぱりブーストスプールだけあって、でさらにマグフォース Z で伸びがやっぱり違う。バスリーにおけるこのベイトキャスティングの動作の中 でクラッチを切る、投げる、巻く、全てにおいてまた何だろう、一段上を行ったというか、それぐらいすごい。ティーズへの使用感だね、カチンとして。前作も結局最後まで肩こなくて、それがさらにハイパードライブデジギアで耐久性増してるっていうんだから。出した、思ったでっけえ、2サイズだ。もうたまらん。よいしょ、いいサイズ、でかい。いいね、パワーフィッシングで、パワーフィッシュ。スイミングジグとか、まあ、スピナーベイトのちょっと多めのやつとかはめっちゃいいです。強いし、たわみもないし、だからちょうどいいんじゃない。 190g っていう重さが、そのぐらいのルアーを扱う時の長さの差をとか強さとかに、多分バカでかい。だからやっぱ A ってめっちゃバランスいい。すっげえ、リールが全然きしまう。やばいやばい。よっしゃ、よっしゃ、これはやばいね、マジで。リールパワーやばすぎ。全然きしまん、このリール。